これで録画が始まるんです。はい。あ、大丈夫だと思いますね。はい。じゃあすいません。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。おたんだかでいらっしゃったかな。あ、かま、あ、失礼しました。はい。あ、そうだね。非常に一本といえども。時間かかりますけどね。はい。はい。概要を改めて申し上げますと、はい、私どもその制作会社でございまして、はい、またマンションの、あの制作室なんですけど、はい、またあのブルメやインタビュー、お住まいの方へのインタビューを踏まえまして、はい、あのこういった町にお住まいの状態のスタイルブックなどを制作しているんです。はい。はい、あ、僕んちこの辺なんですよ。あ、そうなんです。僕んちね、もうこの辺なんで、ここから、はい、あ、ここか、この辺ですね。ここから歩いてこう来てます今。おお、毎日こう通ってますね。中の丸越ね、なくなっちゃったんですよ。そうですね。また1回できます。あ、そうですね、1、2回です。もちろんです。ここがないとね、今物が買えなくて困ってる。あ、大変です。実際どこまで行かれるんですか。丸越がないとその後家で食べることがなくなってます。外食だから、まあ極端な話ここでしょうね。ここかさらにこっちに行くと あるんですよ、他のスーパー。ここかここ、ダイエーか、ここに A、 なんだっけ、 A スエン A じゃなくて何とかって結構行くんですよ。なんかありました。あー、成城石井って結構高いですよね。そうなんですよ、そうなんですよね。だからちょっと困っちゃって、それが元で昨年の今頃こっち引っ越してきたんですけど。そうなんです、そうなんです。はい、昨年の今頃引っ越してきて、ここに決めた理由もここにマレーズがあるからなくなっちゃった。あ、そうですね。あ、言っといてください。あ、そうですね。早く、早くしろと。例えばラフになっておりまして、掲載の形としてはマジック折りといいまして、こういった形の、はい、こうビロッと広げて、うん、最終的にビロッと広げられる形の折り方で、こう。あ、そうなんです。はい、ページ目という形になっておりまして、こ、はい、ちらでですね、はい、大宮ということで、はい、氷川三代、はい、歴史などを、はい、お話しいただいて、その後ですね、うん、これからも大宮という形で星野さんまでお話、今日はちょっと当たり写真なんですけど、はい、はい、すごいですね。こんな無名な僕なんかで、はい、これからの、これから大丈夫ですか。はい、本当ですか、大丈夫ですかね。はい、内容でお話しさせていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。このぐらいの文章ですね。そうですね、文章としてはこれぐらいの量なんですけども、わかりました。本日の流れとしましては、30分、40分ぐらいお話しさせていただいて、その後、はい、こういった、はい、ここに使わせていただく、わかりました、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。私実は大和田が、はい、出身でございまして。あ、え、どこですか。大和田が、はい、大和田、あ、そうなんですか、はい、上野線の、はい、はいはい、実は昔からこの氷川参道なんかはよく遊びに来てました。あ、そうなんですね。はい、七五三も氷川参道。あ、そうなんですか。はい、せいすけ今おいくつですか。あ、私25歳。あ、若いですね。一回り違う、馬年ですか。はい、馬年です。僕も馬年ですね。でも一つ違う、ね、35なんの年なんです。そうなんですね。じゃあどっかですれ違ってるかもしれないですね。そうですね、小さい頃ね、七五三の時に僕が小学生だったんで。はい、そうです、ね。そんぐらいですね、多分。ご実家もこの辺なんですか。そうです、そうです。浦和なんですけど、この辺には私もよく来てて。はい、浦和に。そうです、浦和にお住まい。浦和ですね。はい。
会ってないかもしれないですね。あ、でも来てはいましたけど、来てはいましたけど、そんなに頻繁には来てなかった。そうですね。はい。多分会ってない。多分会ってないですね。会ってます。会ってます。同じ埼玉市になったんですか。そうですね。当時は違いましたね。はい。そうですね。あ、そう。じゃあ録音。あ、どうぞどうぞ。はい。もちろんです。まだ iPhone です。じゃあ新卒でこの会社に、そうなんですよ、はい、コールさんに入られたんですね。はい、なかなかまだ慣れない中ですね。2年目とか、あ、そうなんです。1年目ですね。そうなんですね。はい、サポートしていただいて、はい、そうですね。まずはあの、はい、今このホームページや、はい、動画などでも配信させていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。はい、このワーキングスペースについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。うん、はい、わかりました。そうですね、このワーキングスペース7F の大宮に開かれようとした、はい、あの経緯などで。経緯ですか。はい、あ、わかりました。この尺はどのくらいですか。大丈夫ですか。大丈夫です、ね。普通に自由に話しちゃっていいですか。はい、大丈夫です。わかりました。はい、もちろん。はい。もともとあの都内で IT 関係の会社をやってまして、2008年頃に自分の自宅、その浦和のそれこそ実家の一部屋で起業したんですけど、まあ、そこから東京の赤羽というところに行って開いて、でさらに大きくなったんで西日本にというところでやったんですね。で、何の不満もなくこう平和に暮らしてたんですけどあの西日暮里のそのオフィスが廃校になった中学校の1教室をリノベーションして使ってたんですよ。だから本当にもう本当の中学校ですね。夜になるとなぜか不思議と怖いようなあれ、夜になると学校が怖い雰囲気は何なのかよくわかんないですけど、まあでも普通にその黒板も残ったままで、ロッカーとかも残ったままで、結構面白いオフィスなん で IT 系の会社をやってたので、あのいいなと思ったんですけど、あのその後震災が起きたじゃないですか。で、何の影響も学校自体は受けなかった、行けなかったんですけど、その23区内にあるおそらく私たちのとこだけじゃなくて、そういう公営の施設、結局中学校のリノベーションって持ってるのは荒川区役所なので、所有者は学校なので、うん、なんで、あの昭和ね39年に建てた建物だったみたいで、だからもう地区、そうですね、東京オリンピックの年ですからなので建て壊しが決まったんですよ。で、出てかなきゃいけなくなったんで、その時に私 IT 系でずっと働いてて、全国その公園に回、まあ、呼ばれて公園に回る機会があったので、その時は何かイベントがあった時の前日にその地域のコワーキングスペース、例えば北海道に呼ばれたら、札幌に呼ばれたら札幌周辺のコワーキングスペースに参りをして、その地域の事業者と知り合って、で次の日イベントを迎えて懇親会とかやって、次の日観光して帰ってくると結構あって、コワーキングスペースがそういう事業者のタブになるってことが分かっていたので、その建て壊しますと、で1年後にもうなくなるから出てけっていうような通告を荒川区役所からもらったんで、出てかなきゃいけなくなったから、物件を探してるときに、まあコワーキングスペース次開くんなら、うちのスタッフもだから今何人かいるんです、この中にこうウォーリーを片手状態でいるんですけどあのこの中で仕事してるんですけど、当時だから40平米ぐらいの、まあ 4,5 人でやってたもので、まあ、その40平米ぐらい、ここの本当の何分の1かのスペースだったんですけど、で、どうせだったらもっと広いところを借りて、いろんな事業者さんとかに来てもらって、はい、で、自分たちの仕事もするけれども、その他のスペースも貸せるようなことをどこかでやりたいなと思って、で池袋とか、まあ、いろいろ探したんですけど、まあ、地元が埼玉市なので、あの、まあ、浦和なんですけど、だけど、まあ埼玉市なもの で埼玉市にコワーキングスペースがまだないっていうのは当然下調べの段階では分かっていたので、今もし埼玉市に戻ってきてそういうのを開けば、新しいその新業態を、まあ、自分の生まれ育った地元で開けるなと思って、でいつかは地元に戻ろうと思ってたんですよ。それがだから30年後とかそういうのを考えてたんですけど50歳ぐらいになったら地元にビジネスとして戻ってきて何かやりたいと思ってたんで、まあ、まだ15年とか20年とか早かったんですけど、今戻ってくればその IT で戻ってくるとしたら、もう地場の IT の業者なんていくらでもあるので、まあ、
戻ってくるタイミングとしては15年ぐらい遅かったんですよね、多分ですけど。だけど今はコワーキングスペース業態として戻ってくれば、まあ、この地域で初めて始めた人っていう人になれると思ったので、でそんなタイミングってどんな優秀な人でも、その、なんだろう、生まれ、なんか日本に初めてラーメンを持ってきた人も誰か知らないんですけど、そういう風な人になれるタイミングって、このそんなに人生で多分ないじゃないですか。そのタイミングに自分が動けるっていうのはないので。だから、こう地元に戻ってきて、コワーキングスペースを開いて、でまあ、地元に貢献もしつつ、まあ、とはいえ、売上的なものと人も抱えている状態だったので、まあ、IT の事業も続けつつ、まあ、今に至るという形ですね。そうなんですよ。あ、してます、してます。もう普通にしてます。浦和でなくて大宮という理由は、それはですね、浦和に開きたかったんですけど、行ったら来られちゃうんで、あの書けないかもしれないですけど、あの元々はですね、あのとはいえやっぱり採算を合わせないと、僕も別に半官半民でなんか財産セクターをやってるわけでも NPO 法人でもないし、まあ、一般の事業会社なしでやっぱり、まあ、ここで運営するのに、まあ、月100万ぐらいかかるんですよ、はい、で、まあ、一応今収支は合ってるんですけど、でも例えば毎月100万かかるのに人が全然来なくて、これ100万円を毎年 IT の方での事業で補填するっていうのは疲れちゃうんでそれはちょっと難しいなと思って、開くにあたって北は北海道から南は鹿児島までちょうど1年前の今頃なんですけど、まあ、30カ所ぐらい見てきたんですよ。全部本当に大阪もそうですし、結構いろいろそのイベントのついでも兼ねてその周辺のを全部見てきて、で採算的に成り立つ法則みたいなのを自分の中で確立して、僕は IT しかやったことなかったんで、その何でしょう、まあ、前職は税理士法人なんですけど、その IT しかやったことと税理士会計事務所しか働いたことなくて、お店をやったことがなかったから、その全然分かんなかったんで、もう先行する運営者とかにいろいろとこう、それこそ皆さんと同じようにインタビューの形でこれを持ってこういうのを YouTube で撮ってるんでっていう体でいろんな人と会って、で運営代表者の方とそうすると前後で話せるじゃないですか。そうすると売上のこととか家賃のこととかいろいろと話せるの でそうすると、まあ失礼ながら30も見るとですね、うまくいってるところと口には出さないけど、まあ、ここはうまくいってないなってところとかがやっぱ分かったんで、そういった中でやっぱりその1日の乗り入れ乗降者数が周辺の駅の2倍以上ある駅の駅地下に作ってるところは確実に人が来てたんですよ、僕の見た中で。例えば、大阪の元町とか、まあ、渋谷とか、例えば大宮だったら1日の乗り入れ乗降者数が確か60万人ぐらい、施設も入れたらあって、浦和ですら25万人みたいな、で世のところだともっと全然下がっちゃうじゃないですか、1日の乗り入れ、なんで周辺の駅の2倍ってことは、この辺がやっぱ大宮だけじゃなくて埼玉全体でいうとやっぱハブになってる駅の一つじゃないですか。で例えばそれは絶対数じゃなくて、例えば鹿児島だと鹿児島中央駅ってのがあって、1日の乗り入れ乗降者数が数万人らしいんです。だけど周辺の駅が1万人を切っているので、するとその周辺のハブとなっている駅は鹿児島中央駅だから、鹿児島中央駅の近くの徒歩5分ぐらいのところにあるコワーキングスペースは立地的にはやっぱり勝てる。で、結果的に家賃もちょっと高いかもしれないけど、結果的に人も来ているので、採算が合ってるところが多くて、でそういうのを見てきて、で、去年の今頃で採算として成り立つところとして、関東近辺で3カ所あるなと思ったんです。池袋東口と大宮と千葉の柏。この3つでやれば、この駅前でやれば確実にうまくいくと思ったんです。で、本当は池袋東口だと、東京は都心型のコワーキングスペースができると思うんですよ。結局、僕はウェブの制作者ですけど、例えば iPhone アプリの制作に特化したコワーキングスペースとか、あのクリエイターのためのコワーキングスペースとか、デザイナーのためのコワーキングスペースとか、特化したことができるんですけど、こういうふうに郊外型、大宮とか柏とか、まあ、千葉の高崎、あ、群馬の高崎とか、まあ、行ってしまうと、まあ、横浜は大丈夫かもしれないですけど、まあ、やっぱ郊外に行ってしまうと、とんがった人がいないので、まあ、少ないので、やっぱりそのプレイヤーが、それぞれの専門家が減ってしまうので、
そうするとやっぱ地域に特化しなきゃいけなくなるから、郊外型の地域に基づいたコワーキングスペースをやるのか、池袋で都市型のをやるのか、で大宮と柏だったら僕は地元がこの辺なので大宮でやろうと思ってます、うん、なんで大宮か池袋のどっちでやろうかなってずっと悩んで、で都内ではずっとやってたんで知り合いも多かったんですけど、この辺でビジネスやってる人と知り合いたいなと思って、それで知り合いづてで大宮で町コン、大宮コンという町コンをやってる人がいるので、その代表者と話をさせてもらえる機会があって、そしたらその代表者がこのビルを持ってたんですよ。おで、じゃあやりませんかって話になって今言ってるんですよ。ああ、そう。だから不動産仲介を挟んでないんですよね。あ、この広さに不動産仲介挟んでるんですね。100万円かかっちゃいますからね、その手数料。そうですね。で、このビルオーラーはその町コンの主催もしてて、ここの前の商店街の商店会場なんで、そのなんていうんですかね、その町に対する貢献とかも考えてくれていたので、まあ、ここもそういう人と一緒にやれば、まあ、うまくいきやすいかなと思ったんで、まあ、そういうのもあっていつか地元に戻りたいと思ってたし、まあ、複合的な要因で、まあ、ここの場所も立地も良かったんで、まあ、僕の調べてきた条件に当然当てはまるし、ここでやりたいなと思ってお願いして、でまあ開く。こちらをよく来ります。あ、そうですね。さっきまでいますから、ね。あ、そうなんです。結構若い方で。はい。39。町コンっていうと割と若い人をターゲットにされているイメージがあるんですけど。そうなんです。そうなんですよ、うん。若い人が若い人を。そうなんですよ。ここの商店街の商店会長ってまだ39歳なんですよ。そのビル持ってるのも39なんです。あ、そうなんですか。多分ね、よくあのここにいるとうちのアルバイトの人も間違えられる。はいはい、で人がいて、それでまあ一緒にできるかなと思ったので、ここ自体は賃貸借契約でちゃんとお金を固定で払ってるんですけど、そういう理解もあるので、まあ、そのコワーキングスペースみたいな業態をやろうとしたら、まあ、いいかなと思って、はい、そうなんです、まあ、そういう縁もあって、うん、割と若い方もアクティブに動いていらっしゃるんですよ、お宮という町。そうなんですよね。だから台が入れ替わってますよね。あ、それはやり、若い人にやりやすくなってるかもしれないですね。上のね、ちょっとうるさ型っていうか僕赤丸で起業した時にはやっぱ赤丸の商店街って結構 年配の方が多かったんで、うん、この辺もね、そういう意味で結構台が変わってるところもあるのかなと思ってます。あ、そうなんですね。はい、で僕ら世代で活動してる町の人とかも多いので、もちろん上の方もいますけど、うん、ちゃんと譲ってくれてるのってすごいですよね。あまり、ね、譲らない人いないですか。いい意味でこう生まれ変わっていってると思います。2年後にも再開発もやりますしね。あ、はい、ご存知、うん、あ、もちろんもちろん、はい、そうですね、あの割と歴史のある町というのはこう古い方が根付いていてというイメージも結構あると思うんですけども、ね、はいはい、割と新しい雰囲気が、こう壁が吹いているといいますか、はい、うん、西口に比べて東口っていうのは割とちょっと古いイメージが。そうですね、まあいい意味で雑多としてます、はい、まあ、悪い意味でも雑多としてます、はい、いいですよね、はい、私はそういう雰囲気が、はい、本当ですか。東口、はい、そうですね、あの、はい、特にあのこう活動を商店会の方は、うん、東口の方は東、あ、西口の打ち合わせとかにも使ってくれてます。あ、そうなんですか、ね、はい、こちらもこうアクティブに動いてます。そうですね、うんうんうん、西口も結構盛んですよ、うん、交流はちょっとあると思います。東と西は、はい、あると思います、うん、割とあのそうですね、都心のコワーキングスペースに比べて、はい、あの郊外型、はい、地域密着型というイメージが、はい、あるということなんですけども、はい、具体的な活用のないこういったグループがいて面白いなというグループは思っていますか。例えばですけど、僕に書いてあるんですけど、アイラブ埼玉プロデュースの人たちがいて、その町の、まあ、この町を良くしようみたいなイベントをよくやってる方々で、実際まあここを通じて知り合った方々が多いんですけ
ど、あの今日はこの町で何かイベントをやるときに、大宮って浦和とかと違って駅前に公民館もなければ図書館もないので、結構徒歩20分圏内にないとなんですよ。市営のそういう公民館とか、あの浦和だとコミュニティセンターさんとか駅前に図書館があったりしますね。うん、なんかそういう街のイベントを開く人たちとか、なんか期限に対して題名のない人、大宮昼食会、ここでただランチ、街の人がランチ食べる会とか、ここで食べられる、あ、ここで食べる、ここ飲食可能なので、はい、そうなんですよ。こちらで特にたわいもない話をしながら、たわいもない大宮の話を、だいたい毎回十数人でも来ますからね。結構輪が広がってる。そうです、そうです、そうです。それとプロジェクトの人たちとか、ここでイベントをやると同時に、実際ここの前の商店街を警察に行って貸し切って、ここの前でお祭りをやったりとか、6月の30日から、はい、やったりとか、あと大田区から、商店の活性化の映画を作った人を呼んできて、大田区、あ、だから大田区ですね、はい、あの結構蒲田ですね。あ、そうなんですか。はい、はい、うん、あの町工場です。なんだろうな、高橋さんっていう監督の方が作られた、なんかシネマなんとかっていうんですけど、町作りの、そうです、そうです、そうです、その人たちが、なんとかちょっと調べさせてもらいます。その人たちが来たりとか、して、で、その大田区ではこうやってるっていう事例があったりとか、あとはですね、あの大宮って意外にその、なんでしょう、手土産になる。お土産がなかったりするじゃないですか。例えば草加だったら草加せんべいとか、まあ伊勢の方だったら赤貝とか、まあ、札幌だったら白いコンビとか、そういうのがないので、そういうのを作ろうと努力している人たちがここで何か製品の開発をやったりとか、はい、してたり。今一押しなのは何？一押しなのはもう製品化されてるんですけど、一押しか分かんないですけど、大宮って盆栽の町ということで、盆栽だ、盆栽だ、はい、盆栽だ、はい、あの実家が、あの、あ、大和田なので、そうですね、一応、はい、実家の方の酒屋でも売っていて、そうです、ここでも200円販売してますけど、はい、甘さ控えめで美味しいんですよ。私は好きです、はい、そうですね、そうね、やったりとかしてますね。あ、さっきの大田区のワップヒルムさんですね。ワップヒルムって、ワップヒルム、カタカナですね。その人たちが来て、ここでそういう、あの上映会をやってくれて、大田区ではこういうふうにやって活性化をしてますみたいな。その人たちもこの間コワーキングスペース始めてましたね。あ、そうなんですか。各地でコワーキングスペースが開かれて需要があるんですね。ああ、そうですね。だからでもトータが始まってきましたよね。あ、もう結局僕が見た30個ももう5箇所ぐらい潰れてるし、大きい儲かってるところは2店舗目とか増床したりとかするし、まあラーメン屋とかでもそうだと思うんですけど、人が来るところと来ないところがだんだんはっきりしてきたので、今後なんかそういう意味ではいい意味で成熟してきたと思うんですけど、うん、はい、あ、そうですか。こういうことですか。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。本当に居心地がいいです。ありがとうございます。はい。そう言っていただけると。フロアのプロデュースなんかは、星野さん、フロア全体のプロデュースといいますか、ここに畳を置こうとか。はい、ああ、それはですね、はい、僕がその30個ぐらい見てきたので、はい、例えば畳があると子供が来た時に畳にみんな集まるよとか、お子さんも来れる、まあ、埼玉市って場所はやっぱりその人口も増えてる、僕大門商店とか出身なんですけど、浦和の、はい、あまりにも人口が増えすぎて、昨年あの味噌の商ってのがすぐ近くにできるぐらい、やっぱりそのベッドタウンになってて子供の数も増えてるので、そうするとやっぱり働きながら、その子育てしながら働いているフリーランスのお母さんたちが、フリーランスだと保育園に入れなかったりするので、そういう人たちがでも1日2日だけでもいいから見てほしくて、例えば打ち合わせをしたいとか、ここに子供を置いてそこで打ち合わせをしたりとかたまにしてるんですけど、なんでまあそういうのが欲しいとか、ああいうふうに
週2回作った方がいいとか、給料があった方がいいとか、そういうのはある程度伝えて、経営者の人が図面書いて作ってます。卓球台なんか面白いなと思ったんですけど、これは卓球台で渋谷の、あのとある場所にあったんで、そう丸太だけなんですパソコンをしっかりこうやってる方の横で卓球のカコカコって、そうですね、どうなんだろうって最初思ったんですけど、そうですね、あの卓球も当然人数が少なければ使え、あのレジャーでもできて、実際そういう日も最近はイベントでもない限りできないかな。結構人も増えてきます、なんかやりづらそうですね。これだけの広さ、これアマゾンとかで公式の国際企画サイズなんですけど、アマゾンとかで買っても1万5000円ぐらいなんですよ。あ、そんなそうなんですか。結構ね、竹台って一番高くてもそんぐらいなんですよ。意外です。そうなんです。なんでこの広さの家具を買おうとしたら、そうですよね、本当に高いので、だ模造紙とかも出てられるし、で最サイズはここのサイズが76センチなんで、ちょっと高いんですけど、椅子をつけて普通70センチなんで、でもまあこれで調整もできるし、はい、まあ、そういう点でいいかなと思って、卓球台にしてるんですけど、でまあ、ミーティングができますね。そうそうですね。それこそ大宮の昼食会はここで囲んで10人ぐらいで、はい、やったりとかしてるので、結構いい使われ方をしてるかなと思います。アクセントとかありますか。そういったいい点はいろんなところを、そうそうそう、30箇所ぐらい見て、ほとんどだから自分のアイデアはないんですよね。まあない、そんなに創発的に出るほど難しいですよね。そうですね、はい、でも先行者がいっぱいいたんで、その人たちの歴史をこう失敗事例とかいろいろ教えてくれたんで、それを別に僕が繰り返す必要はないかな。で結構失敗しようとすると、僕ウェブなんですけど、 IT で失敗しても、まあ、自分の人件費を度外視すれば結構そのなんでしょう、修正はいくらでも効くんですけど、じゃあ例えばあのコピー機いらなかったよねって話になったら、リースで買って100万ぐらいするじゃないですか、例えばですよ、それが実はいらなかったとかなる失敗って実費がかかっちゃうから、だからそういうのもあって結構慎重になってたんで、いろんなコワーキングスペースに話を聞いてたんです。実際に出来上がってから、あ、やっぱこれ欲しいよねっていう話はあんまりなかったですね。あ、しいて言うなら最近あそこの棚を入れて、この2つの棚はすごい最近なんですよ。あ、そうなんですね。あれは何でかと言いますと、何ですかね、あの展示したいって人が増えてきて、なんか、ね、例えばなんか、まあ、こういう名刺ケースを作ってる人が結構いて、それを展示して、なんかポップを立てて3000円ですとかで売りたいって人、それの集金システムも我々がやろうとは現状はしてないんですけど、まあ、なんでしょう、例えばじゃあ連絡を来たら売るとか、まあ、我々がやって手数料取ってもいいかもしれないんですけど、こういうのを置きたいって人が結構現れたんで、それで他のコワーキングスペース見ると、ああいう棚貸しみたいなことをしてたから置き入れたりとか、はい、最近起きたことですね。あとは、ハイビスの電気が暗いって言われてる。あれついてる。あれは、あ、そうそう、そうなんですか。そうなんですよ。あれがね、どうしたらだいぶムーディーな。ムーディーな感じなんですよ。そうですね。それはよく言われるんで、どうにかしなきゃなと思って。今のところそんぐらいですかね。あと、作ってからどうこうっていうのは他はないで。あ、これ入れましたね。あこれは必要なんですか。これは思ったよりも音が全然しなくて、まあなんか軽く運動したい人って一回リフレッシュのために入れました。あ、なるほど。でも置き場所が悪くて、ここで仕事をした人に直ガン見されるんで、これの場所もだからここに変えなきゃいけないとか、ちょっとで、そうなんです。いろいろと変えなきゃいけない点もあるんですけど。ここに見られるのか。そうですね。ここで仕事してたら使えない、やりたくても使えないって言われて、ちょっとこれがここの方がいいのかな。なるほど。そういういくつかの細かい点も大きくは変えてないですね。いろんな要望やこう業者の声が、はい、だいたい把握されてるという認識ですけど